ちぼち時間だ。お釜間違えた。お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？ あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊桜花七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。この国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。
麦わらの一味と王女ビビ、必ずこの手で仕留めてみせるがね。ここを通ることは諦めたまえ。この縄張りは誰にも渡さんがね。探してんだよ。このくらいで音を上げたりはしませんから。強えな。さすが俺の兄ちゃんだ。ルフィにお兄さんがいたなんて驚きだわ。変わらねえな、ルフィ。やっと落ち着いて話ができる。お前にこれを渡したかった。そいつを持ってろ。ずっとだ。なんだ、紙切れじゃんか。そうさ、その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。ゆっくりしてえとこだが、俺も先を急いでる。俺は今重罪人を追ってる。最近黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。最悪の罪、奴は仲間殺しをして船から逃げ出した。
隊長の俺が始末をつけなきゃならねえってわけだ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。うん、来いよ高みへ、ルフィ。三刀流雷警報発令よ。サンダーボルト、ハンドフォー。麦わらの一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサーエージェントに命じてある。クロコダイル、ミスオールサンデス、応急に急がないと。ビビと一緒に行くわ。7900万、わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女もクロコダイルの仲間なの。何よ、アジシトやろうっての。この感覚を待つ。ハンドフォー。
まるように何とかしないと。見切り今度方見切り、なぜ今度方キュウリが思ってなくて、いいかしら。三刀流。行儀は悪いな。ゴムゴムのキャノン。本土砲。一つ忠告しておくわ。戦場で迷ってすぐ命を落とす。スモーカーさん、これから私はどうすれば。任せる。何をするかはお前が決めろ。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。どうなろうと責任は俺が取ってやる。たし、この国のたどる結末をしっかり見とけ。滅ぶにせよ、生き残るにせよ、時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャ、スモーカーさん、総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下、その一味を援護します。全体、出発の準備を。一気に今度砲一挙撃ったわ。そろそろ時間だな。諦めろ。俺は今まで剣士と名乗る者に負けたことはない。俺はスパスパの身を食った全身刃物人間。体の全てを自由に刃物に変えられる。体も刀のコード、打撃斬撃は俺には効かん。なるほど。鉄を切れねえ今の俺じゃお前には勝てねえ。だがこういう窮地を俺は待ってた。俺がお前に勝ったとき、俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。俺はロシアだ。
するか。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本で俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀流、居合、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ、そんなもの。この国には確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんなさて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか。いやよ、この国の王女、まだ間に合う。攻撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。リリー、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに攻撃手がいるはず、探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力づくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。距離の落ち。
がポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンって言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ボーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さぬ。あなたがそういう行動に出る、私に考えが。すべてを許そう、ニコロビ。なぜなら俺はアナから誰一人信用しゃいねえからさ。ここからじゃないかせねえ。
この感覚を待つ。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃねえ。俺を誰だと思って。ビビは人には死ぬなっていうくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てしまえば。雷警報発令よ。この子もの行儀は悪いな。あんちがな。ホンドホー、死なせたくねえから。仲間だろうが。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。三刀流。雷警報発令よ。行儀は悪いな。この子もの。ここまでです。切りしぐれ。ホンドホー。どこの誰だろうと、俺はお前を返せんか。ゴムゴムのデザートストームラスパーダ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとそんずらぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。ムキちゃんチーム、あちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてベビーちゃん、
うそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから行けません。そっか。私は印なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲バカ。返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。いいじゃねえか。